労働基準法、労働基準法、労働基準法、昭和22年4月7日法律第49号は、労働基準、労働条件に関する最低基準を定める日本の法律である。日本国憲法第27条第2項の規定、賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。に基づき、 1947年、昭和22年に制定された。労働組合法、労働関係調整法と合わせて、労働三法と呼ばれる。労働基準法は、近代市民社会の契約自由の原則を修正して、労働者を保護する労働法の一つで、主たるナーテニンは使用者である。労働組合法に代表される集団的、労働関係法に対して、 個別的労働関係法に位置づけられる。また、任意法規に対し、強行法規に位置づけられる。なお、労働基準法に定める最低基準以上の労働条件については、原則として契約自由の原則による。労働基準法は、労使が合意の上で締結した労働契約であっても、労働基準法に定める最低基準に満たない部分があれば、その部分については、 労働基準法に定める最低基準に自動的に置き換える行法規制第13条として民事上の効力を定めているほか一部の訓示規定を除くほとんど全ての義務規定についてその違反者に対する罰則を定めて刑法としての側面も持ちまた法人に対する良罰規定を定めている第13条さらに労働基準監督機関 労働基準監督官、労働基準監督所長、都道府県労働局長、労働基準主管局長等の設置を定め、当該機関に事業上、企業、事務所や寄宿者に対する立ち入り検査、使用者等に対する報告徴収、行政処分等の権限を付与することで、行政監督による履行確保を図るほか、労働基準監督官に特別手法警察権を付与して、 行政監督から犯罪捜査までを通じた一元的な労働基準監督行政を可能にしている第11章その他。なお、労働基準監督機関の行政指導の範囲については厚生労働省設置法第4条、厚生労働省組織令第7条などによる。施行後十五年以上が経過した現在においても中小企業から大企業に至るまで、 多くの企業において、労働基準法の重大な違反行為が存在している。その原因としては、労働組合の組織率が低いこと等の要因により、多くの企業において、人事権を持つ使用者が依然として労働者に対して、著しく強い立場にあること、中小企業において、法令知識の不十分なものが、労務管理に当たる場合が多いこと、専門家である、 社会保険労務士の顧問契約にも至らない場合が多い労働基準監督官の人員が不足しており十分な業監督が実施できていないこと等が挙げられる労働者は自分の職場に労働基準法違反の事実があるときはそれを労働基準監督機関に申告監督機関の行政上の権限の発動を促すことすることができ労働基準監督機関は必要に応じて 違反を是正させるため行政上の権限を行使する。しかし、行政上の権限による解決には限界があることや、使用者が申告人に対して報復を行う恐れがあることら、違反事実の数に比して、労働者が違反事実を申告することは稀であると考えられる。しかし、申告した労働者に不利益取り扱いをすることは、犯罪を構成するほか、 労働基準法第104条第2項違反在職中の労働者が申告した場合は公益通報者保護法が適用される。なお、労働基準法違反の罰則は強制労働罪等一部のものを除き刑事刑法というよりもむしろ行政刑法として解釈、運用されていると考えられる。すなわち、労働基準監督機関は労働基準法違反事件に対し告訴、 告発がある場合を除き、通常は刑事事件として立件するのではなく、主に行政上の措置、行政指導及び行政処分により、異状態の是正及び履行の定着を図っている。しかし、現状として、労働基準監督機関は、業務改善命令、事業停止命令等の強力な行政処分権を備えておらず、行政監督を 主に行政指導により行わざるを得ないことから、行政監督の実効性が不十分であると評価される場合がある。もっとも、賃金や解雇といった、労働条件に関する事案において、労働基準法違反があれば、労働者は深刻と、並行して、未払い賃金等民事的な請求を行うのが常で、あるから、行政指導等が行われた事実があれば、民事訴訟において労働者側に、 有利な判決を導き得る。明治政府、戦後。労働基準法制定時には、安全及び衛生について一章を設けていたが、労働安全衛生法の施行により、主な条文はそちらで定めることとしたため、労働基準法上の条文は削除されている。こうした経緯から、労働基準法と労働安全衛生法とは一体としての関係に立つ。 民法の未成年者に関する規定について、労働法上の特則を定めている。女性特有の身体状況に対する特則を定める。妊産婦とは、妊娠中の女性及び、産後一年を経過しない女性を言う。女性労働者が妊娠しているか否かについて、事業主は早期に把握し、適切な対応を図ることが必要であり、そのため、事業上において、 女性労働者からの申し出、診断書の提出当初用の手続きを定め、適切に運用されることが望ましい、平成18年10月11日期発101万1001号。災害保障責任は、使用者の無過失責任であり、労働者は災害の発生が業務上のものであることを立証すれば、たとえ使用者に、故意、過失がなかったとしても保障を請求することができる。 本法に規定される事項に違反等があった場合について労働基準監督機関による監督行政の対象となる。本法違反には罰則が課せられる。なお、第1条、第2条違反に対する罰則はない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。